最近さ、体なまってるからさ、今度卓球教えてよ。うん、いいよ。その時さ、ラケット持ってないからさ、ちょっと貸してくんない？いいよ。シェイクとペン、どっち？シェイクって何？え？ペンはシャーペンを握るように持つラケットの方で、シェイクは握手するように握るラケットの方。もういい。今から教えるよ。今から？はい。じゃあまずサーブ出してみて。え、卓球のサーブって最初どこにつけばいいんだっけ？え？最初自分のコートについた後、相手のコートにつけばいい。うん。やってみて。ああ、台の中で出しちゃダメ。トスは16センチ。手はパー。競技としてやる場合、案外難しいんだな。慣れれば楽だよ。だよな。筋トレしなくていいしな。え？確かに技術要素は高いけど、より威力を出したり、より早く動くには筋トレは必須だからね。あ、この前テレビで卓球選手見たよ。え、誰？水谷選手？石川選手？ごめん、名前出てこない。あー、俺も他のスポーツの選手知らないしな。ちなみにお前の知ってる卓球選手は誰？愛ちゃんと久保塚。ええってことを昔卓球部のやつに言ったら怒られたよ。なんだ、昔のことか。あれ、卓球って10点取ればいいんだよな。えサーブって1回目はミスしていいんだよな。えちょっと熱いから窓開けていい？え？このラケットいいな。まあ卓球始めたばかりの中学生が使うようなやつだけど。へえ。じゃあ俺買うよ。2万。え？え？まあ遊びでやる分には1000円のラケットもあるけどね。まず卓球部は使わないけど。俺はそれでいい。